俺はケンジ、好きな人がいる。あー、めいちゃん、顔もスタイルも性格も好きすぎる。なのに彼氏がいるなんて、クソ。お前の悩み、すべて聞かせてもらったぜ。おお、青木、いたのか。モテたいのならすべて俺に任せろ。確かにこいつモテるんだよな。いいかケンジ、大丈夫かこいつ。好きな女に彼氏がいるかどうかなんて全く気にする必要はない。大体美女に彼氏がいるなんて一家に一台冷蔵庫があるくらい当たり前のことだ。え、マジで？ああ、大事なのはお前がその女を好きかどうか、それだけだ。なぜなら女っていうのは自分が選べる男の中から最上位の男を選ぶ生き物だからだ。つまりお前が彼氏よりも優れていれば、彼女は今の彼氏を捨ててお前の元にやってくるってわけだ。なるほど。だから好きな女に彼氏がいるからアタックしてはいけないというのは大間違いだ。でもどうやって彼氏持ちの女性にアタックすればいいんだ？教えてやろう。基本原理は訪問販売のセールスと全く同じだ。セールス？ああ、冷蔵庫のセールスみたいなもんだな。大体の美女は冷蔵庫を持っているから、新しい冷蔵庫なんていらないと思っているんだ。そういう女性に自分という商品を売り込むだけだ。難しそうだな。そうでもない。まずはセールスマンとして笑顔や清潔感のある格好で女性に安心感を与えることだ。女性は安心感のある冒険がしたい生き物だ。イケメンである必要ない。俺は安全な男だと認識されればいい。ほう。まずは服装、笑顔などを清潔にして俺は安心だということを知ってもらうことから始まる。女性に安心してもらったら、次に女性の話を聞く、つまりセールスをかけていくんだ。知っての通り、女性は話を聞いてほしい生き物なんだ。そして女性は 100% 今の彼氏に対する不満を抱えている。不満？ああ、だいたい女というのは集まれば彼氏に対する不平不満大会をやっているものなんだ。うちの彼氏はデリカシーがない、思いやりがないとかな。そんな女性の話を一切否定せずに全て聞いてやるんだ。間違っても自分から話しすぎるな。お、分かった。そして大事なことは、今の彼氏を否定する発言をしないということだ。彼氏を否定しない？ああ、たとえ紐でギャンブル好きで暴力的な彼氏だろうが絶対に否定しない。なんで？彼氏を否定されると、その彼氏を選んだ自分まで否定されているように感じるからな。ポケモンで例えると、不思議種を選んだ女性に対して、不思議種とかマジないわと言っているようなものだ。気分が悪くなって当たり前だろ。確かに。だから彼氏のフォローをしてあげるんだ。彼氏も大変なんじゃないとか、今働き盛りで忙しいんだよとかな。なるほど。今の彼氏を否定すると、度量が小さい男と思われるから、絶対に一緒になって彼氏を否定するな。まとめると、女の話には共感、今の彼氏への不満はフォローだ。覚えておけ。分かった。ああ、あと大事なのは女の影を見せておくことだな。女の影？ああ、女はモテている男が好きなんだ。商品で例えると、すごく売れている商品が好きってことだ。なるほど。だからモテている男を演出するといい。え、マジで？でも俺全然モテないんだけど。バカだな、そんなの嘘でいいんだよ。誰が一個も売れていない人気のない商品を買う？確かに。嘘でもモテてる感を出しておくというのが大切だな。わかった。ここまで下地が整ってきたら、次に今までの元彼の話を聞き出すんだ。元彼？ああ、今の彼氏なんて一時的なものだと女に認知させるんだ。いつか終わる可能性のある関係なら、今目の前にいる俺に乗り換えればいいんじゃないかと思わせる。なるほど。本当にセールスだな。あとは目を見つめてデートに誘ってしまえばいい。そんなにうまくいくもんかな。まあもちろん、今の彼氏から乗り換えたいと思える自分になっておく必要があるけどな。どうせ諦めるくらいならやってみるか。久しぶり。久しぶり。どうしたのケンジ君？元気してるかなって思って。うん、元気だよ。笑顔キープ。最近彼氏とどう？いつも仕事忙しいって言って全く相手にしてくれないんだよね。まず共感。そうなんだ、きついね。うん。今の彼氏のフォロー。でもさ、彼氏さんも今働き盛りで忙しいんじゃない？男って仕事が一番なところがあるから。うん、確かにそうかも。ごめん、すごく話しちゃった。ケンジ君話しやすいから。ああ全然、俺ならいつでも話聞くよ。ありがとう。そういえばケンジ君って彼女いるんだっけ？うん、ずっといるよ。でも最近別れてさ。モテてる感を演出。そうなんだ。ケンジ君みたいな人が彼氏だったらいいのにな。オーケー。一回試してみる？セールス成功。今日の授業は終わり。またしてね。